すでにですね、ライブの方は始まっているはずなんですけども、この後ですね、17時から予定通り、UTMF2022 の、公式の、記者会見を行いたいと思っています。この後5分後、予定通り17時より、記者会見の方を開催したいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。選手の皆さん、明日レースなんで、もしよろしかったらおかけになって、お待ちください。あ、よかったらどうぞ。あ、はい。まもなくですね、17時から、UTMF の2022の、記者会見の方を、開始いたしますが、まだ選手の到着がちょっとまだ遅れている方もいらっしゃいますので、ちょっとね、時間が押すかもしれませんけども、今しばらくお待ちください。
はい、それでは大変お待たせいたしました。ただいまよりですね、UTMF の2022の公式の記者会見の方を開始いたします。進行の方は UTMF の実行委員会の共同代表を務めさせていただいております千葉が進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、会見の前にですね、昨日発表させていただきました事項、一つ目何点かお話をさせていただきます。一つはですね、コース変更させていただいております。変更箇所は天使山地の迂回というような形で、今画面の方では先ほどですね発表したばかりの迂回路の方を映しさせているかなと思いますけども、変更点に関しましてはいわゆる天使山地のところをすべて迂回するという形で、詳細図で言いますと迂回路1というところのみを迂回するという形になりまして、コース変更それ以外のものはございません。コース変更の理由はリリースにも載せさせていただきましたが、これからですね明日の朝にかけまして、天候は雨というような予定になっておりまして、これがですね、仮に明日晴れたとしてもですね、トレイルの天使山地の特に下りの部分に関しては非常にこうぬかるんだ状態で選手の安全性がこう保てるのは難しいだろうというようなことを判断をさせていただきました。そしてもう一つは我々環境に配慮して大会を開催しております。1週間前、3日前、1日前、こちらの開催か判断はですね、選手の安全もさることながら、この大切なこの富士山行きのトレイルをこう持続可能であるレースができるかどうかという観点もね踏まえてやっているということもありますので、そこの観点も踏まえて今回に関しては非常に残念ではありますが天使山地を迂回するというルートに決定をさせていただきました。何卒ご理解の方をいただきたいなと思っております。そしてそれにあたりまして天使山地を迂回するということでレースのですね大幅なコースタイムの短縮というのも予想されておりますので、それに合わせてスタート時間の変更及び U1 富士宮の関門時間の変更という形も発表させていただいております。スタートの時間は当初はですね明日の14時30分から15時15分第4ウェーブまでという話をさせていただいておりましたが、それを1時間後ろ倒しさせていただきまして15時30分から16時15分の第4ウェーブのスタートという形にちょうど1時間後ろ倒しにするという形に変更させていただいております。なおですね荷物預け等の時間の開始時間に関しましては変更はございません。ただですね富士急トラベルのツアーであったりですとか、あとは御殿場時の住処で販売させていただきましたツアーに関しましてはバスの出発時間をそれぞれ変更をさせていただいております。これはそれぞれとですねサービス各社よりメールを送られたりですとか、時の住処に関しましてはチェックイン時にご説明がありますので、そちらをそれぞれ聞いていただきたいなと思っております。そしてもう一つ U の1の富士宮の関門時間に関しましても1時間後ろ倒しという形にさせていただいております。なので当初です、なので関門時間を22日のイン関門が21時20分アウト関門が21時30分という形にさせていただいておりますのでご了承ください。これらのですねコースマップですとか詳細図等に関しましては先ほど公式サイトの方にアップロードさせていただいております。変更後の GPX データに関しましてはストラバ様の方から提供いただいておりますサイトの方でダウンロードができるようになっておりますので、選手の皆様は GPX データをそちらの方からダウンロードの方をお願いいたします。そして詳細図の方もですね変更箇所の部分に関しましては図示したものを別途作成させていただいておりますので、選手の皆さんはこちらも合わせてご確認いただければなと思っております。そして進行表こちらの方も変更4月20
日付のものを変更させていただいておりますので、ご確認をください。先ほど言った通り、スタートと U の1の富士宮の時間が1時間後ろ倒しになったほかは、関門時刻に関しましては変更はございません。ですので、制限時間に関しましては44時間から43時間に変更という形になります。しかしながら、コース自体もですね、距離が 157.9 キロ、そして累積標高が6388メートルと、距離も累積標高もぐぐっと下がった形になりますので、選手の皆さんは当初 あのコースレイアウトよりはかなりゆとりを持って、走ることができるのかなと思っておりますので、もう一度レースの計画の方を最後に練り直していただければなと思っております。今サイトの方に出ておりますので、必ず目を通していただきますようお願い申し上げます。そして明日の天候に関してなんですけども、天気予報ですとこちらももう会場の方雨降り始めましたけども、5時から明日の朝まで雨が降り続くという予報になっておりまして、そこからはずっと晴れていくというような形になりまして、富士宮の明日の最高気温は25度、そして最低気温は15度という形になりますので、今日と比べても非常に暑いというような状況が予想されますので、選手の皆さんご注意をいただければなと思っております。そして最後に共同代表の福田立花よりコース全体や医学的なところで注意事項の方をいただきますのでよろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いします。天気の方が、当初よりは雨は少ないなという予報になってまいりましたけれども、今度暑さが逆に心配になってまいりました。で特に土曜日かなり暑くなるかなと思いますので、暑さのことも十分注意して水分いっぱい取るなりね、あとウェアリングとか工夫していただきたいです。ただこの辺天気予報は、全然最近もう一定しないですね。予報がどんどん形式的に変わってくることもありますので、暑さ対策寒さ対策両方が必要になってくるかと思います。両方用意するのも大変だと思いますけど、十分注意していただきたい。あと UTMF に関しましては前半がかなり走れる、コース設定になってきましたので、そこでやっぱり飛ばしすぎますとね、後半やっぱりかなり厳しい山が控えてますんで、そこら辺はしっかりある程度抑えていただいて、回の方も前半はかなり走れるコースです。で後半にきつい山が続きますので、ぜひねそういったことを十分考えてペース配分していただければと思います。なんでかなりちょっと寒さ対策のことが大事だったんですけども、暑い可能性もありますので、水分はしっかり持っていただいて、水分の補給その辺もしっかり、していただければと思います。はい、あと山梨の方は また土曜日の夜に少し雨が降る可能性もありますんでね、ただ杓子山あたりが毎年すごく滑るところも多いんですけども、ここのとこ雨が少々降っても水の吸い込みはすごくいいんで、それほど滑らないのかなと思っております。ただ十分に注意して走っていただければと思います。はい、皆さんぜひ頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。引き続きまして今大会に参戦していただきます有力選手の方々をご紹介し、それぞれ抱負をお伺いしていきたいなと思っております。今回ですね、何個かにパートを分けてご紹介いたしますが、まずはじめはですね、今大会なんといっても我々の大会の会長である鏑木剛が UTMF に初めて参戦するという発表をさせていただきました。そしてですね、それに合わせてという形ではないんですけれども、鏑木剛が世界で戦った2009年の UTMB で、3位になっているわけですが、その時に同じくですね、もう2人の日本人選手が入賞したというですね、おそらく過去最高の成績を残した伝説の年ではないかなと思っておりますけれども、その時の選手がそれぞれ出場をしていただくという形になっておりますので、そのうちその2名の方が今日来ていただいておりますので呼びたいと思っております。まず UTMF の大会会長の鏑木剛お願いいたします。
そして UTMB の2009年は6位、そして UTMF の2012でも5位という形で、まあ、カブレクチュール選手と、まあ、ライバルですね、非常にしのぎを削っていただいた横山美乃弘さん選手をお願いいたします。じゃあおかけになっていただきまして、そうしましたら、まあ、横山峰弘選手の方から今大会のまあ抱負というかというところと、あとはやはり久しぶりに鏑木剛とまあ走れるという機会があって、まあ、個人的に非常になんかこう嬉しいですし楽しみなところもありますが、そこのあたり の気持ちも合わせてお聞かせいただけると嬉しいなと思います。はい、まず私のまあチャレンジとしては本当にコロナ禍のがあって、2019年の11月ちょっと中国で走った以来2年半ぶりなんですけども、まあ、それまで自分のチャレンジするレースは出てなくて久しぶりで本当にどんなレースになるかわからないんですけども、まあ、ちょっとレース感も少し薄れている感じがあってすごい不安の方が大きいんですが、まあ、持てる力すべて出すしかないので 100% 出し切れるようにゴールでチャレンジしていきたいと思います。またですね、今回また鏑木さんと一緒に走れると思わなかったんで、2019年の UTMB でちょっと最後かなと思って、ああこれで終わったなっていう感じがあって、まあこれからちょっと自分また前の自分自身のタイムを目標に、またその上を目標に頑張っていこうかなと思ったんですけども、まあ鏑木さんがねすごい皆さんに感謝の思いを込めて走るっていうことで、まあ同じ舞台で一緒に走ることはとても嬉しいですし、もしかしたら本当の本当に100マイル一緒に走るのは競り合わないかもしれないですけど最後になるのかなと思うと、まあ、ちょっと残念な気持ちの方が大きいです。まあ、どこかで、ね、少しでも本当は、まあ、喋れたらいいんですけど、まあ、ゴールでもお会いできたらまた本当にちょっと感激すると思いますので、まあ、お互いいい走りができたらと思っております。はい、ありがとうございます。じゃあそれを受けて鏑木さんいかがでしょうか。そうですね、 まずはね本当3年ぶりにこの間が戻ってきたっていうことで本当に朝からちょっと僕も興奮しちゃって、なんか夢の中に今いるような感じがして現実のものと思えないような感じなんですね。まあ、本当に苦しいやっぱり2年だったので本当感慨深いっていうのがまず一つあります。でまたねその中で今回 UTMF をね初めて走るという形で、しかもね横山さんとまた、まあ、本当に2009年の時はお互い本当にね差し合うようなもう本当殺し合いみたいなもう壮絶な戦いを繰り広げて、まあその後ねお互いこうもう13年の時が過ぎ、13年かな、もうまあ本当にお互い50を過ぎてまあいいおっさんになったんですけども、まあただねやっぱり100マイルのこの魅力に取りつかれてやっぱり今もね現役として。まあ、昔のような走りはできないですけどもやってますし、まあ、本当にやっぱりいいスポーツに出会えたなっていうことと、やっぱり2009年、まあ、横山さんとね競り合うことで3位になれたっていうことで、やっぱり UTMB の舞台を、まあ、走ったことでこの UTMF っていうその今、イメージがやっぱり持てて、日本で開催がこういった形でできたっていうこと、まあ、そういうことを考えると本当に2009年の UTMB っていうのは本当に大きな意味があったなと思いました。時は本当にお互いにもうなんていうんですかね、まあ本当に緊張感の中でお互い口も聞かないようなそんなような中で戦いましたけど、あそれがなんかこうこういうふうな流れになったんだっていうのがなんかこう歴史というかね、なんかいろんなものを感じますし、まあ、今回本当に若い選手がねたくさん出てくるし強い選手もたくさん出てくるし、まあ本当にそういう、まあちょっと僕は後ろから行くのでね多分そういう選手の走りは見れないとは思うんですけども、後ろから行きながらもね一体どういう選手が今度出てくるんだろうっていうのをワクワクしながら見てますし、あとやっぱりですねまあずっと10年間やっぱりこうポイントポイントでしか UTMF って見てられなかったんですけど、初めてこうリアルに皆さんをこう抜きながら皆さんがどんなふうに100マイルを走ってるかっていうのを感じられるっていうのがすごく嬉しいな、ワクワクしてます。はい、
ありがとうございます。カプラギ強い選手はですね、山本健一選手と一緒に、第4ウェーブの最後尾からということでよろしいですか。からそうですね、はい、はい、後ろから行きます、はいはい、ですのでぜひ多くの方と触れ合っていただければと思います。どうぞお二人ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きましては2名の方をご紹介させていただきます。まずはですね、今年初めて新設されましたレース甲斐 69K に参戦する甲斐選手と、まあ、この彼のために作られた名前になってしまいましたが、甲斐弘樹選手、そして女子で UTMF に参戦します宮崎君代選手、こちらご両人ご登壇いただけますでしょうか。じゃあまず甲斐選手の方なんですが、まあ、甲斐選手というよりは、まあ、クレイジーカローというような形の知名度の方が高いのかもしれませんけども、ここ最近ですね、非常にトレイルランニングの世界でも旋風を巻き起こしておりまして、まあ、なおかつこうすごいパフォーマンスをこうカメラを撮影しながら行っていくというようなところでこう新しい風を吹いているというところの、まあ、甲斐弘樹選手が甲斐 69K に参戦していただきます。そしてなんとですね、もう一つ、彼はチャレンジを、今大会で行うと、しておりまして、甲斐 69K の、スタートに先立った、UTMF の、まあ、前半部分、こちらのカメラマンとして、参戦した後甲斐 69K に出場するというような形を考えているという形ですので、まあ、彼の撮影の方もねまた楽しみなんですけども、そこのあたりの抱負をお聞かせいただけませんでしょうか。はい、今紹介していきますクレイジーカロこと甲斐弘樹と申します。僕は今紹介していただいた通り明日 UTMF のライブカメラとして皆さんの走りを撮らせていただき、その翌日の UTMF の甲斐の部で、選手として出走させていただきます。まあ、僕甲斐弘樹という名前で、それで今回この甲斐というのが新設されたということで、これはもう僕出るしかないなと、それだけで出走を決めたようなこともあるぐらい、すごい僕はこの甲斐というのに運命を感じているので、絶対僕が一番で帰ってこないといけないなと思っているので、どんな状態でもまあ、1番で帰ってくる。あとは YouTube 今回もカメラを撮影して走らせていただくので、そこでこの UTMF の素晴らしさっていうのも視聴者の方に届けながら、僕自身も楽しく走り切るっていうことを目標に頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いてはですね、UTMF ではですね STI の2015で優勝して、そして UTMF の2018ではまあ8位という形で日本を代表する女性のトレイルランナーでありまして、直近で言いますとタイランドバイ UET メビの活躍も非常に評価が高いものとなっております。宮崎君代選手、どうぞ抱負の方お願いいたします。はい、ノースフェイスアスリートの宮崎君代です。今回が UTMF2 回目になるんですけれども、まあ100マイルは5回目になります。なので、ある程度いろいろ経験した中で自分の中のこう戦略を今回、練ってきているので、それをどれぐらい発揮できるかっていうのを楽しみにしながら、あと3年越しで私にとってちょっと4年越しになりますので、はい、その辺も楽しみに、またコース前半変わったところは走ったところもないコースなので、それも楽しみに走らせてもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは甲斐弘樹選手、宮崎君代選手に大きな拍手の方お願いいたします。それでは最後になりますけども、UTMF 165K の、男子の、有力選手の方を、ご紹介をさせていただきたいなと思っております。紹介された選手はですね、ご登壇いただければと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、今大会の、パフォーマンスインデックスでいうとランキング第1位、
そして2021のスカイランニング世界選手権でも第8位という形で2022トレイル世界選手権の日本代表に内定しております近江龍之介選手、ご登壇ください。続きまして、UTMF2018 6位、そして19で8位ということで、今年の4月からでよろしいでしょうか、まあ、ノースフェイスのアスリートに仲間入りを果たしました土井隆選手、お願いいたします。どうぞ。続きまして、UTMF の2018では9位、19では4位という形で、UTMV の2019の8位が非常にこうあのファンの、心に残っているかと思いますが、小原正俊選手、お願いいたします。そして2022トレイル世界選手権の日本代表に内定しております関西の有力ランナー 西村博和選手、いらっしゃってますかね。はい、よろしくお願いいたします。そして UTMF2016 コース短縮された時の3位、そして UTMF2019 では7位という結果を残しております鬼塚智則選手、ご登壇ください。そして最後に、2019トレイル世界選手権の日本代表経歴を持ちます、森本浩二選手、ご登壇いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、マスクは外していただいて大丈夫です。ぜひ皆さんに顔を覚えていただければなと思います。選手の皆さんね、もうすでに抗原検査を受けて、まあ、陰性の上でやっておりますので、あらかじめご了承ください。それでは、近江龍之介選手から、今大会の抱負をお願いいたします。アディダステレックスアスリートの近江龍之介です。今回、100マイルレースが初めてなんですけど、まあ、しっかりこの日のために、練習してきたというか、まあ、100マイルの対策もしっかりしてきたので、ウルトラ の先輩方に、気負わずしっかりと優勝を目指して頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして土井選手、お願いいたします。はい、4月からノースフェイスアスリートに加わりました土井です。自分は UTMF4 回目で、まあ一昨年と、まあ、中止になりまして、中止で、まあ、開催されなくて3年ぶりに開催されるんで、まあ、3年間の思いというか、全てを詰めて、走りたいと思います。でこの大会、やっと開催されて、開催されしていただいた皆様にもしっかり感謝を込めて走りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして西村選手、お願いいたします。あ、すみません、小原選手ですね、すみません、失礼しました。はい、アンサー4アスリートの小原です。よろしくお願いします。僕は UTMF 第1回から、ずっと出場させていただいてまして、まあ、今回、7回目になるんですかね、の出場になります。まあ、ちょっと今回ちょっと4月にちょっと体調が悪くなってしまったりっていうのもあるんですけど、まあまあ、体調 100% の人って絶対ないと思うんですよね。みんな何かしら不安とか何かがあると思うので、まあ、そういった中で、まあ、どういう走りができるかっていうのは自分自身への挑戦でもあると思いますし、やっぱり、まあ、思いとしては、まあ、若いもんには負けられないと思いますので、そうですね、ちょっと今回もしっかり自分の挑戦っていうのを第一の優先課題として、まあ、そうですね、先頭で僕も走っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼しました。西村選手、よろしくお願いします。はい、西村博和です、よろしくお願いします。私は、第1回から第4回まで実は UTMF には出動してたんですけども、その時は100位以内に入って次の大会の優先権をもらうということが目標でしたが、今回こうしてこういう場に呼んでいただいて、また期待もしていただいている中で
まあ、100マイルをで、まあ、実績を出されている選手がたくさんいる中で、まあ、自分がどれぐらい走れるのかな、やれるのかなということで、まあ、挑戦したい気持ちで今回エントリーしました。今はもう不安でいっぱいなんですけども、スタートライン立てばきっとまた皆さんと楽しく走るんじゃないかなというふうに自分に期待して、頑張りたいと思います。明日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして鬼塚選手お願いいたします。皆さんこんにちは。鬼塚智則と申します。まあ、今回のレースはまあ、国内在住のアスリートのみということで、まあ、今までだったらまあ、海外の選手とかいた中ので、まあ、勝つチャンスはまあ、今までよりあるのかなと思ってますので、まあ、抱負はもう、まあ、優勝したいと思っております。まあ、あと一方でまあ、3年ぶりの UTMF ということで、まあ、この大会は自分がそのトレイルランニングを始めた時からすごく憧れた大会なので、まあ、その分しっかりまあ、苦しさも含めて楽しみながら、噛み締めながら走りたいと思っております。明日はよろしくお願いします。ありがとうございます。最後に森本浩二選手お願いいたします。こんにちは。森本と言います。UTMF はですね、前回出た時にリタイアということで、今回はですね、まずはゴールをしっかり目指して、行きたいなと思っています。久々にですね、こういう大会、大きな大会の場に来て、すごく今ワクワクしているので、明日しっかり楽しんで走りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上の6名が UTMF 165K 男子の有力選手になります。よろしくお願いいたします。それでは最後に全選手を集めましたフォトセッションを行いたいと思いますので、今までご登壇された方も一回もう一度壇上の方にお戻りください。そしてちょっと椅子の方をちょっとはけさせていただけますでしょうか。さんはいますかね。そしてあと横山さんもちろん、あ、横山さん、お話しした方は全員ご登壇していただきたいので、宮崎さんも今いらっしゃいますか。あ、これも少々お待ちくださいね。今宮崎さん待ちなんでちょっと待ちください。じゃちょっとリハーサルということで。あ、本当ですか。あ、もう帰られたんですかね。はい、かかります。じゃあこれで、はい、フォトセッションの方お願いいたします。大丈夫ですか。大丈夫ですか。他皆さん大丈夫でしょうか。よろしいですか。はい、
じゃあ以上で UTMF の、公式記者会見終了いたしましたので皆さんどうもありがとうございました。明日以降ぜひ、活躍を期待しております。以上をもちまして UTMF2022 の記者会見の方を終了させていただきます。明日以降ですねストラバプレゼンツ UTMF の2022ライブ行っていきますのでこちらの方もぜひお楽しみください。